せーの、じゃん。最新の抱っこひもはすごい、いかに早く終わらせるかね、うん、大事だったんで必要だったかも。必要だった、使わなかった、いらなかった、ね、こんにちは、ママライフチャンネルです。ゆはです。ナナエです。あやかです。今回は出産前に用意は必要だったもの、必要なかったものについて3人で座談会をしたいと思います。それではどうぞ。じゃあ今回この3人にその必要だったものを、必要なかったものを書いてきてもらったんですけど、出しましょうか、はい、せーの、じゃん。はい、3人こんな感じで結構分かれてるなって、うん、分かれてる、そうそう思って、うん、共通のやつとかってなんだろう。3人共通のやつ、共通のやつない、まさかの今ない抱っこひも、ベビーカーは、うん、必要です。ベビーカーはやっぱりその出産するまで絶対買っといた方がね、うんうん、いいですね。あと抱っこひも、抱っこひも入れますね、絶対。そうそうそう、私、うん、一番初めの抱っこひもがいただくもので、いただいたものがちょっとお下がりで10年前の抱っこひも、うん、結構すごい年季の入った感じ。そうそうそう、綺麗だけどやっぱこうつけた時にすっごい肩が痛くて、抱っこひもつけてるお母さんすごいなと思いながら大助を育てて、ちょっとと思いながらしてたら友達にそれおかしいよおかしいよってちょっと借りたらめっちゃ楽ってなって、そっから新しいものに変えてバンバン使ってたら、パパも肩痛くないってなって抱っこしてくれて、最新の抱っこひもはすごい。確かに、なんかその進化していってるから、どんどん新しいものの方がやっぱり性能はね良かったりすると、ベビーカーもねやっぱり最新のやつが一番いいかなってね。ここはベビーベッドは結構必須だったんですけど、必要なかった派ですかね。必要なかったかな。家事する時とか目を離す時にはベビーベッドに寝かせてて、メリーつけて遊ばせたり。確かに、うちの家もちょっと省いたんですけど、ベビーベッドに寝かせてメリーを鳴らすと、もうなんかその入眠動作みたいな感じで、日向はもうすぐ寝てた。おお、すごい。私もベッドに寝てて、ベッドの横に高さを合わせて横付けにする感じでした。感じ寝る時にうちもベッドの横にベビーベッドをこうつけてて、でもこう泣いた時にどうしてもやっぱ体を起こしてベビーベッドに手を伸ばして寄せてっていう動作がちょっときつくなっちゃって、一緒のお布団で寝た方が楽かなとか。寝る時も一緒で昼間にベビーベッドって感じでした。なるほど。2人目だと結構絶対必要で、上の子が赤ちゃんを構いたくてとか、おもちゃが飛んでくるとかで、確かにベビーベッドあった方がいいかなっていうのはすごい思いました。確かに兄弟だと特にいるかなって。そうそうそう、バウンサーが2人共通してる。私バウンサーいらなかったの私だけバウンサー全然使わなかった。バウンサーで寝てくれなくて、下の子になればなるほどなぜか上の子が座るっていう椅子とかしてるみたいな。そうそうそう、で赤ちゃんのものではなくなってしまったりとか。なんかリビングに一緒に乗るときはバウンサーに座らせてて、やっぱそこでは寝なくて、うちの子も、うんうんうん、そうそう、起きてる間に一緒に座ってる感じ。寝るときはやっぱりベッドとかあったんで、なんか一時的な椅子みたいな感じの。私も家事の合間に食器洗いながら足でこう揺らしてやったり、お風呂入ってる時に入り口に私をこう見られてる感じでお風呂入ってて使ってました。授乳クッション。あ、授乳クッション、うん、必要だったかも。必要だった、あれ使わなかった。いらなかった。なんかできなくて邪魔だったんですよね、授乳クッションが。もうこう腕で持ってできてました。なんか上痛くないですか、それ。あった方が逆にこうできなくて、高さが合わなかった。いらなかったですね。授乳クッションなんか楽く使えるやつ、うん、だからなんかこの形で赤ちゃんのお座りサポートできるやつを買ってて、からちょっと座る練習でこのくぼみのところに赤ちゃんスポッてできるやつをそうそう買ってて、共通したの搾乳機、母乳混合甘味どれでした。
1番目大助だけ看護で、2人目からはもう結構早い段階で保育園に入っちゃってたから、ミルクと混合でやってました。一緒です。私も、うん、私も1人目から混合でしてて、3ヶ月ぐらいからもほぼほぼミルクにしてた気がする、2人とも。けどやっぱり搾乳器あってよかったなと思って痛いです。そうそうそう、搾乳しないと痛くて、搾乳器で絞って、うん、でパックに入れて哺乳瓶であげるっていう。自動でしたか？あ、私あるんです、あのシュッシュッです。あ、一緒です。あ、一緒です。あと、あれですね、ベビーバス、ベビーバスは結構必要だなって思って、で、同じお風呂グッズで全身泡で出てくるベビーシャンプー、やっぱ言いますね。楽だった、すごく。で、なんか一番最初は病院でもらった固形のあったか石鹸やったんですけど、めっちゃ洗いにくくないですか？泡立たないし、みたいな。泡の方がこう垂れてこないから顔にもかかりにくいというか、やっぱ泡の方が楽、うん、楽、本当に、うん、あんまり長く入ってたら赤ちゃん飲ませちゃうから、もういかに早く終わらせるかね、大事だったんで。でもゆっこはベビーバスが、ベビーバスのお股の滑り止めがない平らなやつが良かったなと思って、うん、じゃあ私個人的にすごい用意しててよかったなと思ったのが、あのウォーターサーバーもともと契約してなくて、うん、で妊娠を機に契約したんですよ。ミルクとか作るの楽だなと思って、なんか哺乳瓶にミルク入れてお湯出してお水足して適温にしてすぐあげれるから、それで契約しといてよかったなと思って、結局多分2歳ぐらいまでずっと、ああ結構活躍してましたね、うん。ネットスーパーとかその宅配とかのやつも契約しといてよかったなと思って。3を買い物ってすぐ行けました？いや、でも行ってない、うんうん、この辺はウォーターサーバーとかネットスーパーとかのやつは妊娠中にしました、うん、すごい、準備が必要なかったやつで、みんな共通してるのこれですね、鼻水器使わなかった。結構なんかネットの事前の情報とかではなんか鼻水器いるみたいな感じだったから一応買ったけど、うん、あんまり使うことなかったなと思って、うん、私鼻水器を結構使ってたんですよ。使ってたんですけど、私子供の鼻水を吸っちゃってなんかのなんかで逆流してきたんですけど、もうそれが恐怖症で自動の鼻水器が必要ってことで。あ、なるほど。食事用エプロンあんまり使わなかったですね、うち。それもあの可愛いのがいっぱいあるから、うん、何種類か買っちゃってたんですよ、食事用エプロンを。じゃあ綺麗に食べてたってこと？あんまりこぼさなかったから、なんか一人になる時は私よくあーんしてたから、うん、全然こぼさなくて、でもうあーんしてなくなった頃にはもうちょっと容量掴んでたからあんまりこぼさなくて、で2人目もそのヒノだった子を見てるからあんまりバーってこぼさなくて、うん、で外出時のリップロンとかもやっぱあのお店で紙ナプキンもらったりするからやっぱ使わなくて。いや、私は逆に言ったかも。書いてないけど、うん、すごいこぼすからエプロンが机にこうくっつくやつ。どうだった食事は？食事はもう床がすごいことになって、とりあえずエプロンはするんですけど床には落ちる。でもここはまあ服が汚れないので必要かなとは思いました、うん。だからエプロンもそのいっぱいいらなかったなって思って、なんか何種類もなんかその可愛いからって買っちゃったんですけど、多分一人に一個あればいいかなぐらいの、うん、私書いてないんですけど、哺乳瓶を生まれる前にもう買っちゃって、生まれて授乳の量が足りてなかったから、じゃあちょっと哺乳瓶使おうって、哺乳瓶を使おうとしたけど使ってくれなくて、頑張っても頑張っても本人もお腹空いてるから飲みたいんだろうけど合わないから飲めなくって、買ってたやつが合わなかったから、こう産院で使ってたものをまた新しく買ってきて、でそこでやっと飲めたっていうのがあったから、哺乳瓶は必要だったけど先に買うべきじゃなかったなと思って。生まれてからだよね。私とかも3種類ぐらいはあった気がする。ちっちゃい子とその形が違うから合わないから吸わないとか絶対にあるから難しいですね、哺乳瓶。流行なかったから省いたけど、着圧ソックスは共通だし、やっぱりむくさなかった？むくんではなかったですね。あ、すごい。でも足パンパンだったのに、足首なくなっちゃった。なんかあれって思って、あれこんなまっすぐやったかなって私書いてないんですけど、円盤クッション、あ、そう、フェザール、あれ必要だと思って書いてないんですけど、私の病院が授乳室に行っておっぱいあげるっていうだったんですけど、クッションがあるところないところがあって、なかったらもう我慢して座らないといけないっていう感じだったので、もう持っとけばよかったって思いました。
傷が痛い。痛かったです。ちょっとの間なんですけど、痛いので。授乳って言ったら一日何回もあるから、きついかも。ここには書いてないんだけど、気になったのが、あやちゃんが授乳用の服はいらなかったって書いてあったかなと思って。で、先であげることがなくて、もう出かけたらもうミルクであげてて、お家でしかその授乳してなかったから、お家だからもう多分気にせずに、バッバってしてたのと、看護とかだったら絶対にいるとは思います。そうそう、ジュニアケープは結構使ってた？使ってました。私、地元が遠いので飛行機とかに乗ったりしてた時があって、出先では使ってましたね。よく確かに出先だったらそのジュニアケープとジュニアケープ必須な感じですよね。ジュニアケープを買おうか悩んでて、そろそろでも終わりそうな気もするし、で大きめのマフラーとかでちょっと代用してて、やっぱ全然違う。ジュニアケープあれです、ベビーカーの日よけとケープっていう代用のものを買いました。そういうのあるんですね。結構役立ちました。それいいかも。用途がそれだけじゃなくて兼用のやつってすごいいいかもって、長く使えてみたいな、はい、じゃあ今回は出産までに用意が必要だったものを、必要なかったものをこの3人で話していきました。結構ね、この3人でも意見分かれた感じになるんですけど、参考になれば嬉しいなと思います。またこういう座談会してほしいなっていうのがありましたら、コメント欄にもお願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。